はい、どうもグッドメン大輝です。本日は北海道の札幌に来ております。そして今僕がいる場所はこちら、北海道札幌市清田区の区役所に来ております。清田区はね、僕が生まれ育った、場所でありまして、先日皆さんからいただいたこちら義援金の方を早速区役所の方に渡しに行きたいと思います。それでは行ってみましょう。区役所の中に来てまして、ちょっと今仮でちょっとこの金額を、受領書を、今計算してもらってるんですけど、この形で今、そしてこれから、ちゃんと渡したいと思いますので、お待ちください。はい、なんと区長の方に会うことができるので、早速行ってみたいと思います。はじめまして、どうぞお越しいただきます。はい、はい、と申します。今日はちょっとダンスのイベントを一昨日にやってまして、あの僕 の, あの生徒がやってるイベントがあって、それで義援金をちょっと募りたいっていうふうに、あのその主催の人が言ってくれて、それであの今回ちょっと詰めて、ね、あの持ってこさせていただきました。あ、そうですね、はい、ありがとうございます。こちらの方、あのダンスやってる子供から、はい、あの大人の方まで全、あのみんなで集めたお金なんでやりたいと思います。はい、主催者の方に大切に使わせていただきます、はいはい、ありがとうございます。あの元気いただいたあの子どもたちをはじめお母さん、本当にありがとうございます。確かに受け取りました。あのこれ、被災した方々のために大切に使わせていただきます。本当にありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございます。わざわざどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、今、義援金の方を渡し終えまして、いやなんか区長の方といろいろお話しさせていただいて、なんか音楽フェスみたいのをちょっとやったりとかしてるみたいなので、グッド面でちょっとここ清田にパフォーマンスしに来れたらなと思ってますんで、あと皆さんやっぱ、まあ、区長の話全部ちょっと撮影はできなかったんですけれども、みんなやっぱ札幌に遊びに来てほしいっていうのは言ってたので。ちょっと皆さんぜひぜひ北海道遊びに来て、あの美味しいもの食べていっぱい遊んでくれればなと思っております。僕もこの後ちょっとね、夜すすきのの方に行きたいと思いますんで、皆さん、元気に、いただいた方本当にありがとうございました。しっかりお渡ししましたのでありがとうございました。ラストチャンスの明かりが灯る明石屋の街札幌、トワイライト札幌。